28歳の時ですね、2007年の9月ですね、はい、便秘の症状がちょっと続いてたんですけど、私子供の時から便秘がちだったので、ほっといたというかいつものことだって思ってたんですけど、腸閉塞になって救急外来で病院に行って、で調べたら大腸のカメラで調べたら大腸がんだということが分かって、あっさりと告知をされました。その日の夜に緊急手術をしました。自分が多分皆さんもそうだと思うんですけど、がんになると思っていないので、本当に便秘ぐらいに軽く思っていたので、まさかっていう感じの感じで、とても受け止めきれないですけど、もう手術をしないと命が危なかったので、はい、手術をすぐしました。家族もそうですね、もうわけがわからないっていう感じで、なんか一緒に泣いてる感じです多分近い親戚には連絡はしてたと思いますけど、もう私はあんまりその辺は記憶がちょっとないですね。定期検査の日だけは、ちょっとお休みさせてもらうぐらいで、あとは普通です。今は半年に1回ですね。抗がん剤は、私ステージ4で、手術で目に見えるものを取ったという形なんですけれども、腹膜播種だったので、結局5年間薬を変えて抗がん剤治療をしてました。特に治療を受け始めた頃なんですけど、なんかいつまでこれをやるのかなっていうことだったりとか、副作用で白血球が結構下がってたので、治療のスケジュールが伸び伸びになることが多かったので、先の予定がなかなか立てづらくて、スケジュール帳が病院の予定ばっかりになってたので、ちょっとそういうのがなかなか楽しいことに目を向けられないというか、病気中心の生活になっちゃってたのがちょっと精神的に辛かったですね。私の場合は実際にがんを体験された方に会って、初めてそういう人と話をさせてもらって、その方はもうがんを克服された方だったので、そういう方もいるんだなっていうふうに思った時に、自分も頑張ってやっていこうっていう気持ちになりました。本を出している人、新聞とかによく新聞の下のところに本の紹介とかってありますよね。ああいうので闘病の本を書かれてる人で、父が連絡を取ってくれて、九州の方だったんですけど、九州まで会いに行って、話をさせてもらいました、その方もだいぶ厳しかったんですけど、今も元気にされてるので、やっぱり同じ病気の人と話すことで、なんですかね、気持ちが分かってもらえたというか、救われたなっていうふうに思いました。病気に なってやっぱりその最初の年とか、その辺の時とかはやっぱりこれからどうなるかわからないっていうのが
ずっとあったので、それこそなんか一日一日を大切にみたいな気持ちとかがありましたけど、もう今はだいぶもう今度の秋で7年になるので、もう今は前と同じかな同じではないですけど、やっぱ体に傷も残ってますし、やっぱ臓器をね一部取っているので全く同じではないですけど、まあまあ何ですかね、大きいことを一つ乗り越えれたかなっていう気持ちはあるので、まあ今は多分前とだいぶ同じだと思います。忘れるっていうのは多分まあないですけど、だいぶでもその患者としての意識っていうのが薄れてきてるのは確かですね。だそれがいいのか悪いのかっていうのもありますけどね。やっぱ他のやっぱりがんになる可能性もこれからもありますしね、はい、特にその本当に治療中の時はやはりそのステージ4っていうのがすごく私にとって重くて、やっぱり5年生存率もかなり低いので、あまりその将来のことを考えないようにっていう、そのいうふうに意識的にそうしてたので、来年はあれをやりたいみたいな、あんまり先のことを考えずに、まあ、本当に今日何をするかとか今月何をするかぐらいに考えてたのが、まあ、今だったら、まあ、来年あそこに行こうとかも考えれるようにはなりましたのでね、その点はいいですね。私全然運動が全然ダメで、体育とかも2なんですよ全然走るのも遅くて、まあ、全然その体を動かすことが好きとかも全然本当にそういうのなかったんですけど、まあ、やっぱり先生とね、会う機会が多いので、そういう先生がどこどこ行って走ってるんだみたいな話とかも聞いたりとかもしていて、私のがんの4年目の時なんですけど、この地元の名古屋で女性のフルマラソンの大会の第1回があるっていうのがあって、じゃあその4年目まではまあ順調に来ていたというか、まあ、再発もなく4年目までは来てたんですけれども、やっぱりずっとまあ、いつか再発するかもしれないっていうのは多分皆さんそう思われると思うんですけど、そういう気持ちが、まあ、ずっと不安感っていうのは、まあ、いくら検査の結果が良くても次どうなるか分かんないっていうのがずっとあって、まあ、不安感っていうのはあったんですけど、ちょうどその4年目にそのフルマラソンの大会が第1回っていうのがあるっていうのを知って、まあ、先生もやってたっていう影響もあったりとか、あと、自分の中で何か一つこの大きなことを挑戦してみようかなっていう気持ちがあって、でたまたまそれは自分が勝手に思ってただけなんですけど、友達もその子は別にがんの子じゃないんですけど、私もなんかマラソン出ようと思ってるっていうのをたまたま言ってきて、だったらやろうかなっていうふうに思って、全然その今まで走ったことも何にもなかったんですけど、やっぱりその一つ何かを挑戦することで、自信をつけたいと思ったし、なんかマラソンっていうか、なんか健康なイメージがあるので、なんですかね、なんかそのマラソンが走れるぐらい私は元気なんですっていうことをなんかアピールしたりというか、家族とか友達を安心させたいみたいな気持ちもあったりとか、まあ私が多分やるって言ったら先生も喜ぶかなと思って、でやりました。まあ、ボロボロでしたけどまだ治療をまだしてましたし、
ちょっと準備期間があまりなかったので、形としては一応完走はしましたけど、そうですね、満足いくかといえば満足はしてなかったですけど、まあでも一応制限時間内にゴールまでは行けたので、まあなんとかここまではやれたっていう感じですね。その後もそうですね、その1回目がもう本当に制限時間ギリギリっていう、まあ、なかなか不甲斐ない成果だったので、もう次の年にもう絶対ちゃんと走って完走しようと思って、もうすぐ次の年は出ようってすぐ決めて、でそうですね、2回 3回まで出て、また今年も出れたら出ようかなって思ってます。まあ、正直そのタイムっていうのはなかなか1回目よりは だんだんは良くなってますけど、すごく早いというわけではないんですけど、まあ健康のためだったりとか、まあ、友達も新しくそういう友達とかもできたりしたので、まあ、楽しく無理なく怪我しないでっていう感じでやってます。そうですね、まあ、平日なかなかやっぱ仕事をしてて走れないんですけど、まあ週2回3回ぐらいですね、はい、やってます。私のその外科の主治医がマラソンを走る人なんですけど、揖斐川マラソンで金さんにこういう大腸がんの患者の子がフルマラソンに初めて出るから応援してあげてくださいっていうような手紙を金さんに渡してくれて、で金さんからマラソンが完走できますよっていう本を先生の方に送ってもらって、で私も完走しましたっていうふうに金さんに手紙を出して、またおめでとうっていうふうにはがきをもらったりとかしました。キーさんも大腸がんの患者さんだった人ですし、本当にキーさんはキャラクターがすごく明るいので、やっぱそのマラソンもすごいすごいなと思いますけど、人としてすごく素敵な人だなと思ってます。もう先生は本当によくしてくれて本当にありがたいです。そうですね、その時に会って、で、まあ、検査の結果よりも最近走ってんのみたいな話題が多いんですけどね、はい。大腸がんは他のがんと比べるとなんですけど、抗がん剤の種類も多いですし、新しい薬も出てきて、治療の成績も本当にこの数年ですごく上がってきているので、本当に希望を捨てないでって言うと、あんま軽く言いたくはないんですけど、頑張って治療を続けて、まあ、うまく手術できるとこまで持ってってもらえれば本当にいいですし、そうでなくても共存してやっていけるような時代になってきてるんじゃないかなというふうには思ってます。